いただきます。どうもパンケーキと申します。忍者らの動画なんですけどいやマジでさ、忍者らの動画僕以外上げてる人いなくないか。マジで忍者ら関係の動画僕以外に投稿してる人いなくね。あのガンホーさん、忍者ら公認実況者、そういうの作る予定ありましたら、あのパンケーキご指名待ってます。空いてますよ僕ガンホーさんマジで空いてますよ。忍者らちょっと広めてるんで、公認実況者のね席が空いてましたら、パンケーキ空いてますよマジで、よろしくお願いしますでね、5月28日に発売されるんですけど、忍者らっていうゲームがね発売されるんですけど、それに先駆けて、4月29日あさってですね、先行体験会がねもうすぐそこまで迫ってきているということで、皆さんダウンロードは済みましたか。あのダウンロードに関しての動画とかもいろいろね、あの忍者ら関係の動画めちゃくちゃ投稿してるので、めちゃくちゃっていうほどでもないか、まあ3本4本ぐらい投稿してるので、またねよかったら見てください。遊び方の動画とかね、こういう感じで遊ぶんだろうなみたいな考察の動画とかも投稿してるので、よかったらそっちもね見ていただけたらと思います。で今回はあの忍者らの武器についてねちょっと見ていこうかなと思います。前回のやつでちょっとチラッとね見ていったんですけど、チラッとは見たんだけど、まあそこまであの武器については詳しく見てなかったので、こっちのね公式サイトの方に結構ね詳しく書いてるので、まあそれをね見ていこうと思います。でどこだったかな、忍者ガムだ、これだ、これ忍者ガムっていうやつ、この見えるかな、この丸いやつが忍者ガムっていうやつらしいんだけど、これワンチャンさ、こうに忍者ら課金要素ある説ある課金要素、この武器に対して課金要素がある説がある、ある説があるってなんだよ。なんて言うんだろうな、そうこれね、忍者ガムがこのガチャポンから出てきてるんだよね、この見た感じ。これおそらくなんだけど、これいろんな忍者ガムがあって、それぞれね多分武器が入ってると思うんだけど、これ課金とかしてなんかオーブとかあの魔法石みたいな感じで引ける武器ガチャみたいなのがあるのではと思ったんだけど、どうなんだろうねどうなんですかね。でこの忍者ガム一つ一つにね多分対応した武器が入ってるんだと思う、入ってるっていうか、まあ、忍者ガムそれぞれに対応した能力とか武器が決まってるみたいな感じなんだと思います。で、刀ですね、これ一本ガム、これが一本ガムで、この一本ガムから出てくる武器がこの一本刀ですね、一本刀。機動力と突進力があるガムウェポン、攻撃を仕掛けやすく相手を倒すとパワーアップする。多分これ一番スタンダードなやつなんだろうな、刀には見えないけどマジでこれバットかと思ったもん最初。これがガム忍術っていう必殺技みたいなやつですね。なんかそれぞれ武器ごとにこういうスペシャル技、ガムシュート技、ガム忍術技っていうのが決まってるんですよね。でスペシャルっていうのはなんて言うんだろうな、スペシャルがね、あのスプラトゥーンでいうスペシャルみたいな感じじゃなくて、なんて言うんだろう、なんて言えばいいんだろうな、まあなんかちょっと強い技みたいな必殺技とまではいかないけど、ちょっと強い技みたいな感じなんだろうな。でガムシュートっていうのはこの忍者ガムをくちゃくちゃして、このそのままガムをね放つ技ですね。でこのガム忍術っていうのが必殺技と一番強い技になりますねっていうのが、まあ、3種類あって、でそれぞれあのガムごとに違う技が出るみたいな感じですね。ちょっと僕があの ASMR 聞いてんのバレちゃうけどASMR 聞いてんのバレちゃうわ、おすすめ動画めっちゃ出てくるもん。
で、刀とハンマーとヨーヨーが、まあ、初期からあるのかな。この多分先行体験会で使えるのがこの3種類の武器だと思うんですよね。で、製品版になると、製品版っていうかちゃんとリリースされたやつになると、また武器とかも増えると思うんですけど、これがハンマーですね。SK8、SK8 ガムかな。愛らしいモンスターのガム、つぶらな瞳とは裏腹に内に秘めた激しさがバトルで炸裂する。待って、なんかこのガムの説明とかあんの？あ、これか。ひたすら磨いて完全無欠の球体になったガム、オンリーワンよりナンバーワンの野心家向け。かっこいい。オンリーワンよりナンバーワン。なるほどね。まあ、一番多分スタンダードな武器だからオンリーワンにはなれないけど、こうね、バランスの取れた武器でナンバーワンを目指してね、っていうことですかね。で、ハンマー。これでも、見た目かっこよくない？見た目かっこいいんだよな、これ。スケボーがついてる感じとかね。ハンマーいいよな。この、大きい武器って結構やっぱロマンあるわ。ロマンあるわ。SK8 ハンマー。最大サイズ時の最大サイズ時が桁外れに強いガムウェポン、アビリティやスペシャルを生かした反撃が強み。あの、武器ってなんかね、進化するみたいなんですよ。試合中に。試合中に大きくなるらしいんですよね。なんか、エナジーみたいなのを貯めて、で、使用すると武器が大きくなるらしいんですけど、で、一番大きいサイズになった時に、めちゃくちゃ強くなる武器みたいですね。見た目通りというか。うん。で、スペシャルか見ていきましょう。スペシャル技。あ、なんか、ため攻撃みたいなのをした後に、前に、押し潰す。押し倒すっていうか、押し潰すというか、なんか前に、さらに追撃を加える技みたいな。かっこいいな。いや、この、ハンマー技も普通にかっこいいんだよな。で、ガムシュート。ガム飛ばした後に、なんかロックして、なんか何度もダメージ与えるみたいな感じですね。一定範囲の敵に何度も何度もダメージを与えてる。なんか一撃でめちゃくちゃポンってダメージ与える感じじゃなくて、このその場に留まり続けて、継続的に持続的にダメージを与えていく系のガムシュート技ですね。で、ガム忍術。あ、これあれだ。ガムにくるんで、そのまま叩きつける技ですね。あ、相手をこのガムにくるんでるんだよね。結構、前の方にいる敵もくるめてるから、当たり判定だいぶ広いかもしんない、この武器。うん。かっこいいな、この武器。で、ヨーヨーガム。骨のモチーフをあしらったガム。ボーンエンブレの、エンブレって何？ボーンエンブレムのガムウェポンを作り出す。少し固め。硬いガムなんだ。なんか硬そうだもんな。なんかビーダマンにこんなのなかった？こういうビーダマ。なんかスペシャルビーダマみたいな感じで。懐かしいビーダマ。忍者ヨーヨー。遠くからの攻撃に優れているガムウェポン、ワープを使ったトリッキーな動きが持ち味。なるほどね。なんか、トリッキー系か。なんか、なんて言うんだろうな。パワー型と、なんかマルチ系と、マルチに戦えるやつと、で、なんかトリッキー系みたいな。なんか最初の3つは大体こういう感じのが多いよね。なんか、それぞれめちゃくちゃ特徴が違うから、全然違う武器だから、まあ、好きなの選んでねっていうことなんだろうな。スペシャルか見ていきましょう。スペシャル技。ヨーヨーだ。あ、もう本当に普通にヨーヨーですね。あ、ワープした。あ、一瞬で、このヨーヨーの当たったところにワープして、さらに追撃。で、範囲攻撃みたいな感じか。これ最後ちょっと、狭い範囲だけど範囲攻撃してますよね。うん。で、ガムシュート技。あ、二つ行くんだ。二つ行って爆発。
2つのガムがいて、なんか近づくと爆発するのか、それとも一定期間経ったら爆発しているのか、これどっちなんだろう。敵に近づいたから爆発したのか、それとも一定時間経ったから爆発したのか、どっちなんだろう。で、これ狙いつけたやつに自動的に追尾していくのかなっていう感じだろうな、おそらく。で、ガム忍術必殺技ですね。おおえ、かっこよくないこれ破壊光線じゃん、破壊光線だけどこれ。え、しかも結構長い技の持続時間が。え、やば、かっこいいわこれは。あ、なるほどね、なるほどなるほど。というわけでね、多分先行体験版ではこの3つの武器が使えると思うんですけど、それぞれね、なんか特徴も全然違うし、で、なんかスペシャル、スペシャルじゃないか、忍者技、必殺技みたいなのもかっこいいし、で、特にね、僕好きなのがね、このハンマーのさ、このガムシュート、このガムをこのとどまってる時の感じかっこよくない？捕獲してる感じ、これかっこいいね。これ結構好きだね。と、あとはヨーヨーのこの忍者技、ガム忍術。いや、これはかっこいいでしょ、さすがにこれはかっこよすぎるでしょ。ここまでさ、結構さ、スペシャル技とかガムシュート技、結構トリッキーな動きと見せかけて、このガム忍術でさ、遠距離でめちゃくちゃゴリ押しみたいなのがまたいいよねなんか特殊な感じ使ってくんのかなと思ったら、もう最大出力で遠距離からゴリ押しみたいな、そこがちょっとギャップかっこいいよね。ということで、今回はね、3つの武器についてちょっと考察っていうか、まあ、紹介してみました。本当にもう近いので、ぜひ皆さん、ダウンロード済んでますかダウンロード済んでますか。ね、まあ製品版じゃなくて先行体験版は、まあ、一緒にできるか分かんないけど、まあ、製品版でね、リリースされたら一緒にやりましょう。分かんないけど、やるか分かんないけど。というわけで、ご視聴ありがとうございました。ごちそうさまでした。またね、バイバイ。